楽に楽しく過ごすための1年生の頃です。家庭教師をしていました。小学校4年生の男の子を担当しました。先ほど出ましたけど、初めて会った時に彼が言った言葉なんですね。僕ダメなんですって言ったんですよ。その子はすごく傷ついた状態で僕に、担当になりました。でその子はどんな子だったかっていうと、先生に絵を自由に描きなさいって言われても全く描けないんですよ。自由に描くっていうのは分からない。5時間経っても描いては消し、描いては消し。さらに例えば臨機応変にしてください、それも難しい。そういった子でした。そんな子は他にもいるんですよね。片付けがいつまで経ってもできない、字が汚い、集団行動がすごく苦手ですぐに手が出てしまったり、で物忘れが激しい、でそういった発達のデコボコっていうんですよね。デコボコです。まったらな人間、そういう人はいません。で皆さんにもちょっとお聞きしたいんですけど、本が好きな方いますか？本が好きな方いらっしゃいますよね。本ちょっと苦手だよっていう方いらっしゃいますか？そういう方もいらっしゃると思うんです。それって実はその発達の本番を表す子っていうのは 6.5% いるんです。これは普通の、いわゆる普通の学校、通常学級クラスに1人か2人いる、もう確実にいます。感覚的には 10% ぐらいいる。その両親もいるっていうことですよね。つまり数で言うと50万人ぐらいの子どもたち、そして100万人の親御さんがもしかしたら苦しんでいらっしゃるかもしれない。そしてその担任の先生方ももしかしたらどうしたらいいんだろうって悩んでるのかもしれない。でもさっきのこれぐらいだったら良さそうじゃないですか。実際物忘れがするぐらいだったらいいじゃんって思いませんか？でもこれって実は研究が進んでいて、このデコボコのある子どもが持ってるリスクっていうのも世界的にも有名になっていて、日本ではまだ研究は進んでないんですけれども、友人トラブルが多い、そして低い自尊感情、僕っていうのはダメなんです、失敗続きなんです。でさらにいじめや不登校のリスクがすごく上がります、とっても上がります。そして低学力、そして鬱になりやすく虐待を受けやすい、そしてその受けた子が暴力行為をしてしまってその悪循環が生まれてしまう。それは子どもが悪いわけではなくって、その子に対してどういったことができるかっていうところが問題。今っていうのは鳥取県の人口と同じです。鳥取県と同じ規模の方々がお家の中に引きこもって傷ついた状態でいらっしゃる。もちろんいろんな理由があってそういった状況になっていると思うんですけども、実は岩田市の研究ではその発達の凸凹が原因だったんじゃないかっていうのが明らかになっています。子供も愛が欲しくていろいろやるんだけども、教師も愛があってやるんだけども、どうしてもうまくいかないという現状、それが日本ではずっと続いてきたというふうに私は思っています。そこに一つ変えていきたい、一人を救う経験を仕組み化してできるだけ多くの方を救いたいと私は思っています。とアメリカにも視察に行ってきました。現地の学校を13校ほど少年院から幼稚園から高校から見てきました。私申し遅れました、心の発達アテンダント、岡山浩一郎と申します。子どもの心の発達の専門家です。さらに科学的根拠のある子育てというのを研究しています。これについて、お伝えすることができます。教育についてはどの方もたくさん語ることができると思うんです。日本では例えば叱るのがいいよ、いやもちろん褒めるのがいいよ、確かにあるんです。それは確かにその通りだけど、お一人の経験を全体に当てはめるっていうのはすごく危険なんですよね。いじめられて僕はやり返してなんとかなった、その経験を違う子に当てはめることの危険性っていうのを感じてほしいんですよ。もしかしたらその子には力がないかもしれない、そういった理由がないからいじめられてしまってる。じゃあその子にはどうしたらいいのかな。実はいじめの研究も進んでいてほとんど解明はされているんです。欧米ではどんどんプログラム化されてシステム化されている、でも日本ではされていないんです。そういう現状も変えていきたい。ただ僕はまだそこまで力がないので、まず足元からお伝えしたい。幼児期幼児期から結構物忘れが激しいっていう子はいますよね。ずっとそのまま続いていきます。最初の頃は全然あそういう子だよねっていう形でいます。ただどんどん年齢が上がってくるとまずいんじゃないかってなってくるんですよね。何もその何とかするスキルを得られないままに大人になってしまうっていうことがあるようなんです。ですからそこに
できるだけ、サポートをして、早期支援、早期にできるだけ、助けてあげたい。なぜかっていうと、苦しんでしまう、傷つく体験を減らしたいです。孤立っていうなら、あらゆることのリスクなんですよね。早死にから、いじめから、そういったさまざまなリスク、孤立がとってもまずいんですよ。ただ、今日本って孤立社会っていうふうに言われていて、なかなか親子関係っていうのも、他の親子と関わりがないっていうふうにも言われて、これも自己肯定感を上げるには3つ必要だって言われてるんです。今ちょっと言えないですけれども、時間の関係で。こういうのもきちんと科学的根拠を持ってやりたい。で、さらに発達に関する正しい知識。発達障害って聞いたらちょっとびっくりしません。発達障害って聞くとびっくりすると思うんですけど、それもできるだけ正しい知識。それが障害が悪いんじゃなくって、その子の特性だからどういうサポートができるかということなんです。で、子供に合った支援をしていく。愛はあるから、そこに方法を出したい。子育てをより楽に楽しくしていきたいです。行動を教える3つのステップ。こちらを使えばもしかしたら解決できるのかもしれない。2つ目、技能できるのかどうかっていうことです。3つ目は意欲、やる気です。やる気はあるのかっていうことですね。例えば、片付けがいつまで経ってもできない。片付けしなさい。何やってんのって言ったところで、変わらないですよね。なんでかっていうと、もしかしたら、片付けがその子の中に分かってないかもしれない。お母さんの言う片付けは、その辺を、子供にとっては、なんか物を動かせば片付けになってるかもしれない。そういった知識の段階からもしかしたらつまずいてる可能性がありますよね。分かってるけれども、もしかしたら、忘れやすすぎて、技能的にできない。もしくはもうやる気がなくなっちゃってる。そういったこの3つのステップがあれば、もしかしたら他のこと、様々な問題にも対応できるんじゃないか、ということを思っています。でもこれは僕が思ってるんじゃなくて、これは社会的、世界的にはもう普通の一般的なことです。教員であるとか、そういった専門職の人は知ってるはずなんですね。でも日本ではなかなか広まってないような気がしています。子供は悪くない。僕は断言したい。で、親も悪くない。悪いとしたら、やり方です。その子の特性に合った方法っていうのが必ずあるはずで、万策というんでしょうか。あらゆる方法を試して、その子に合ったものを見つけていきたい。それも勘ではなくて、こういう子にはこういう方が確率が高いとか、もちろんダメかもしれない。科学は絶対ではないので、だけどできるだけ高い確率のもとにその子のことを育てていきたいし、家族全体、もしくは社会全体、日本全体で支えていきたい。子供たちの将来のために今できることをしたいなと思っています。子育てを楽に楽しく、ラクタスっていうんですけど、そこの代表をしています岡山浩一郎です。お近くに子育ての困りの方であるとか、発達障害で思っていますいたりとか、デコボコですごい困っていたりとか、そういった方がいれば、もしお話しかけいただければ、何かお手伝いや、サポートができると思います。以上で終わります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。教育というお子様、親御さんのことだったら、もう岡山さんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ